ベルナー・アーバーは、スイスの微生物学者、遺伝学者。1978年、制限酵素の発見の業績により、アメリカ合衆国の微生物学者のハミルトン・スミス、ダニエル・ネーサンズと共に、ノーベル生理学・医学賞を受賞した。制限酵素の発見は、組み換え DNA の技術に発展をもたらした。1949年から1953年まで、スイス連邦工科大学チューリッヒ校で化学と物理学を学ぶ。1953年末、ジュネーブ大学で電子顕微鏡法の助手手当を受けるも、しばらくして電子顕微鏡法から離れ、バクテリオファージの研究に移り欠損ラムダプロファージ、変種に関する論文を執筆する。1958年、ジュネーブ大学で博士号を取得した。その後、1958年の夏に渡米し、南カリフォルニア大学で、ジョー・ベルターニとファージ遺伝学の研究に携わった。1959年末、ジュネーブ大学からオファーを受け1960年、初頭に帰国。カリフォルニア大学バークレー校で、ギュンター・ステンとスタンフォード大学で、ジョシュア・レダーバーグ、マサチューセッツ工科大学で、サルバドル・ルディアにそれぞれ師事した。非常に実り多き数週間を過ごした直後の出来事であった。ジュネーブ大学に戻ると、アーバーは物理学研究所の地下の研究室で研究の傍ら多くの優秀な大学院生やポスドク研究員を育てた。1965年、ジュネーブ大学の分子遺伝学院外教授に昇格。その後、1年間カリフォルニア大学バークレー校分子生物学科客員教授を務め、1971年にバーゼル大学に移った。バーゼル大学では新設されたばかりのバイオセンターに勤めた。バイオセンターは生物物理学科、生物化学科、微生物学科、構造生物学科、細胞生物学科、薬学科が拠点を置いており、学際的研究を促す目的で建設された。現在、アーバーは結婚し、2人の娘を持つ。ありがとうございます。